ここは、まさか。ここがどこだか知っているんですか？あなたは、この計測結果、これは、だから、危ない人ですね。ここは、どこだ？さあ。気分は、もういいのか？はい？気分は最初から平常ですが？そうか。変な人ですね。シャルル、大丈夫ですの？はい、大丈夫ですよ。痛いところとか、気持ち悪いとか。見ての通り、動作に問題ありません。そう。でもさっきは、あんなに調子が悪そうでしたし。無理は禁物ですわよ。さっき？覚えてませんの？どこだい、ここは。さあ。いや、さあ、じゃなくてさ。僕に聞かれてもわかるわけないじゃないですか。どうしてそこで困惑するのか、理解しかねますね。やはり年か。ああ、うん。いつものシャルルだ。資格なき侵入者たちよ。と、何時らが求めるのは、知恵か、力か。おい、ここはどこで、あんたは何者だ？何が何だかって感じだね。はいはい、でしたら私から。私は力を求めますわ。悪人をバッタバッタとなぎ倒しますの。では僕もお嬢様と同じ力で。この状況でのんきな連中だ。そういうあなたはどちらですの？俺は、そうだな、俺も力だな。お揃いですわね。考古学者のお兄さんとしては知恵かね。私も知恵。お、奇遇だ。最初の選択はなされた。リディ、ナウルもいませんわ。チッ、分断されたか。リディを探す。私たちもナウルを探しませんと。行くぞ。なぜ僕たちが不審者のあなたと。こら、シャルル。ならついてくるな。お待ちになって。シャルルの非礼はお詫びしますわ。今は協力いたしましょう。お嬢様。勝手にしろ。感謝いたしますわ。自己紹介しておきますわ。私はアナマリア。シャルルです。エドだ。別れたもう一人がラウルと言いますの。こっちのは依頼主なんで個人情報は教えられない。リディってさっき叫んでましたよね。ここだ。チェスト。はっち。
来人の情報をうっかり漏洩するなんて、やはりろくな人間じゃなさそうですね。シャルル、およしなさい。お嬢様もあまり信用しない方がいいですよ。はあ、シャルルが失礼なことを言いましたわ。申し訳ありません。いい、あんたが気にするようなことじゃない。いや、ガキの言うことだ。なだ、リディちゃんは依頼主でしたのね。ああ、ずいぶん心配そうでしたから、てっきりもっと親しい間柄なのかと。別に心配してるわけじゃない。焦ってるくせに。護衛の最中だからだ。無駄話をしてないで行くぞ。問題ない、ここからですわよ。やってくれましたね。しっかり戦え。そら、せいせい、そこ。やあ。せ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 。や。せ。せ。ジェイソン。ジェイ。依頼人とはぐれただけでうろたえすぎじゃありません？そりゃうろたえもするさ。依頼人がいなくなれば報酬がもらえなくなる。ここまでの苦労が台無しになるからな。お金のためとは浅ましいですね。金がない苦労を知らない奴の言葉だな。あの光、遠くからもずっと見えてましたわね。ああ、あれだけ奇妙だな。ふん、何を言ってるやら。この空間全てが奇妙でしょう。チッ、揚げ足を。でも確かにあの光は不思議な感じですわ。まるで私たちを導いているような。他に手はなさそうですわね。何があろうとお嬢様は僕がお守りします。お嬢様大丈夫ですか？ええ、問題ありませんわ。どうやら別の場所に飛ばされたようだな。とう、何じらが求める力とは、敵を打ち倒すためのものか、仲間を守るためのものか。何じらの答えとして、いずれか一つのみを選択せよ。またか。今度は相談してどちらか一つを選択するのですわね。とっとと選んで先に進むぞ。では私は巨悪を倒すためのものですわ。
俺は仲間を守るためのものだな。割れましたわね。ここは多数決でいいだろう。あんたはどっちだ。シャルルも私と同じ巨悪を倒す力を求めているのですわね。さすがシャルル。僕が選ぶのはいつだってお嬢様と一緒ですよ。じゃれ合う前にこいつらを何とかするぞ。邪魔ですよ。消えてください。せいでい。まだ来るぞ。やれるな。それそこで偉そうに。ですが当然です。そこですよ。ここだ。そこです。ここだ。そこです。消えてください。僕としたことが面倒ですね。僕の力を見せましょう。これで決めます。切り込みますわ。シャルル、援護をお任せください。お嬢様と、ここだ。そんな、やります。ジェイ、そこです。どう。そこです。やそら、攻撃をもらいすぎてるぞ。面倒ですね。ちょっと、そら消えてください。せっベスト。せっしゃ。やりましたわね。この調子で巨悪を打ち倒すのですわ。もちろんです。お嬢様が巨悪に立ち向かうというならば僕もご一緒します。シャルル、お嬢様。うるせえぞ。申し訳ありませんわ。お嬢様が謝ることじゃありませんよ。自分の選択が選ばれなかったからって大人げない。ジェイ、クラガ。ここだ。真面目にやる気がないならせめて黙ってろ。僕だけならまだしも、お嬢様のことまで。無礼な。シャルル、ダメですわ。お嬢様？エドはリリーちゃんのことを心配なさっているの。それなのにはしゃいでしまった。私たちに非がありますわ。お嬢様がそういうのであれば。いや、こっちも言い過ぎた。では、これでお会いこということで。ああ。やってくれましたね。その程度か。
あら、ここってさっき通った場所と同じ景色ですね。こいつは戻されたのか。まさかこのまま同じところをぐるぐると。心配しないでください。お嬢様の活路は僕が作り出します。その活路がどこにあるかだな。せい、せい、新しいところに出たか。でもラウルたちはいませんね。先に進むしかないか。早く合流できるといいですわね。ああ、心配なさらずとも、ラウルが一緒なら大丈夫ですわ。ラウルっていうのはあんたらの護衛なのか。どうしてそうなるのです？どっかのお嬢様とその従者、残りの一人は護衛ってところだろ。私、どっかのお嬢様ではありませんわ。違ったのか。そうです。あんなのにお嬢様の護衛が務まるわけありません。お嬢様がお嬢様っていうのは否定しませんけど。シャルル、そこは隠すところでしたよ。お嬢様の気品は隠しても隠しきれません。そうですの？そんなに溢れております？はい、ドッパドッパです。いや、じゃああのラウルってのは何者なんだ？自称考古学者ですわ。不審者です。安心できる要素がねえな。ソラ、ソラ、ジェスト、静かですわね。道もまっすぐです。お約束なら嵐の前の静けさですわね。燃えますね。嫌な期待はするな。おう、分かたれた仲間を
見捨て去るか。困難な道でもその力で切り開くか。答えるまでもない。自分の道は自分の力で切り開きますわ。お嬢様の道を阻む者は何者であろうとも殲滅するのみ。選択はなされた。来ましたわね、お約束。厄介事ではしゃぐな。冒険は苦難があってなんぼのもんですわ。そんな、なんぼどころか、こんなやつ倒しても一ガルドにもなりゃしねえ。せいっと、ここだ、逃がしません。ほら、また嘘を無造が来ましたよ。ちっ、お前も本気で戦え。まだだ。そんな、ペア、いや、そこです。ペア、チェンソー、せい、ちっ、いや、そら、それ、逃がしません。チェンソー、無駄だ。邪魔ですよ。下がっていてください。これが俺の仕事だ。僕の力を見せましょう。これで決めます。その程度か。逃がしません。ジェイソン、ここだ。はっ、せい、無駄だ。ジェイ、やりゃ、そら、やせい、僕の邪魔はしないように。お互い様だ。された。先に進む許可を与える。偉そうに。実際に偉いのかもな。お嬢様より偉い存在などこの世にいません。そうでしたの。私、この世で最も偉い存在でしたのね。バカやってないで進むぞ。待ってくださいませ。あ、お嬢様、さっきとは違う感じの光ですね。なんだか飲み込まれるみたいですわ。